鳥居僧社神社は、群馬県前橋市元僧者町にある神社。上野国僧社で、旧社格は、剣社。正式名称は、僧者神社。国名を冠し、上野国僧社神社とも称する。古代、国史は、各国内のすべての神社を一宮から順に、順配していた。これを効率化するため、各国の国府近くに、国内の神を合祀した僧社を設け、 まとめて、祭祀を行うようになった。当社はそれらのうちの上野国の総社にあたる。現在は、上野国内の神々を記した、上野国神明朝を神体としており、道長は、群馬県指定重要文化財に指定されている。なお、道長には記載の異なる遺本があり、当社の所蔵する、総社本のほか、和幸宮観前神社に伝わる、一宮本。 三代沢赤城神社旧社課の新墨岳に伝わる群書類十本がある。その他境内では本殿が群馬県指定重要文化財に指定されている。上野国神名庁を神体とし、次の神々を祀る。主祭神聖土の神配信、宮鍋神社社殿によると、主人天皇御子の豊木入彦の命が軍神として、共通主名を祀ったことに始まるという。 安官天皇の時には、噛み付けの子熊が社殿を改築して、宗戒明神と称し、天平十年には上の国549社を合祀し、宗社明神と称したとも言う。しかしながら、諸国の国府で国中の神々を合祀する風潮が生まれるのは、律令制の衰退期であり、当社の成立年代はさらに下ると見られている。当地に移る以前は、 総会場内の宮の辺の地にあったという。また、長京2年に万里修区が当社を訪れて記述を残しているほか、A69 年に陛下で消失、元気年間に現在地に再建されたという。近世には主因26国が与えられた。明治に入り、近代社格制度では、県社に列した。配電所在地交通アクセス。ありがとうございます。